放送局チームクレネコの行ってみることに。皆さんこんにちは。私たちはことにのご当地アイドルチームクレレッコです。今日のメンバーは真野樹奈と山田愛理と五条もこと須藤小雪と秋吉舞です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、スイーツ&バーブランシュことにの情報などもお伝えします。放送は毎週水曜日の午後5時30分から午後6時です。はい、ということで私たち毎週水曜日ラジオやってるんですけど、はい、水曜日は私たちレッスンデーでもあるんだよね。はい、そうですね。ということで、あのラジオの前の時間お昼からいつもダンスの練習とかいろいろしてるんですけど、はい、今日はちょっとなんか変わったことをしましたね。はい、しましたね。なんかね、ストレッチを重点的にやったりとか、普段伸ばせないところを伸ばすのもダンスには大事なんじゃないかっていうことでね、伸ばしたり、はい、痛かった？もう秋吉はヒーヒー言いながらメンバーの中で一番痛いとかすごいなんか言いながらやってましたね。うん、ね、そうなんかね、あの基礎からやってこうみたいな感じね。ね、今日はねリズムトレーニングとかもね。はい、はい、あれ難しかったですね。やったりして、なんかねその時の疲れが取れないんだよね。めちゃめちゃ普段と違う疲れ方するね。なんか普段踊ってるのになんかあのやっぱり疲れるんだなって思うよね。普段ライブを何本もやってるのにね。確かに。はい、ということで今日も頑張っていきましょう。さてこの番組では私たちへの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先の紹介をあいにゃんお願いします。はい、メールはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスは 011640-3331 です。ツイッターでご参加の方はハッシュタグ行ってみることに、ひらがなで行ってみることにとともにつぶやいてくださいね。そしてこの番組はツイキャスでも配信しています。ツイッターでことにアイドルプロジェクトのアカウントがありますので、こちらから生放送の様子を見てもらえます。ツイキャスからのメッセージもお待ちしてます。それではここから30分、チームクレレコの行ってみることにに、どうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。ことにに美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに境町通り沿い、ことに一条5丁目地下鉄ことに駅1番出口から徒歩1分、皆さんのお越しをお待ちしております。行ってみることにのお店。このコーナーではことに飲食業組合のご協力のもと、ことにで魅力的なお店をご紹介していきます。私しんのが事前に取材に行ってきました。今日ご紹介するのはカフェ&パブ宝島さんです。それでは早速インタビューの様子をお聞きください。どうぞ。ここからはことにのお店紹介コーナーです。今日は宝島さんに伺っています。こちらのお店は2年前3年前のことに夏祭り、そしてバルーンフェスティバルでお世話になったバルーン戦隊ゴムレンジャーさんの本部基地ともなっております。今日はマスターの荒谷博さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではこちらの宝島さんはいつからお店を始められたんですか？はい、12年前、にことにの一条一丁目で、オープンしました。でこちらの方、共栄ビルの2階には、はい、一昨年の11月にあの移転して今に至っております。はい、ありがとうございます。なぜことににオープンされたんですか？はい、実はことにっていうのはとってもすてあの素敵な町、好きな町なんですね。あの本当に地方都市の中心のような感じで、あの商店街があり、夜の飲み屋街があり、そ
それから、まあ、観光庁、神社、全てがいろんな形でこうコンパクトにまとまってて、とてもいい感じの街なんですね。そんなんで、まあ、自分があの近くのハッサムに住んでるっていう環境もありますが、あのそういうことでとても素敵な街なので、こちらの方でぜひ注目したいと思ってオープンしました。ありがとうございます。ではここではどんなメニューを楽しむことができますか？はい、まあ、お酒中心バーなので、はい、お酒中心にいろんなお酒を置いてます。で、まあ、カクテルなんかもやってますので、その時の気分で、はい、こんな感じって言っていただければそういったものも作ったりします。あと、レギュラー的にはないんですが、その時に材料があれば、はい、隠れメニュー的なフードができることもあります。そうなんですね、はい、ソフトドリンクとかもあるんですか？はい、ソフトドリンクはですね、あのカクテルなんかもいろんな種類がありますし、はい、コーヒーなんかも豆から引いて入れてますので、はい、とても美味しいです。ありがとうございます。ではお店のこだわりは何ですか？そうですね、あの当初から店の方でですね、あのことにの、まあ、先ほどねことにが好きだという話をしました。ことにのいろんな活動を応援しようっていう、スタイルでやってまして、ですからあのバルーンの方の活動なんかも、まあ、そういうことでいろいろ応援させていただいてます。ではこの時期おすすめのメニューは何かありますか？そうですね、そろそろもうあの、ね、春、まあ札幌はまだ先ですが、桜の便り、はい、もうどん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 、ね、届いてる頃なので、あの、まあ、春っぽいカクテルなんかは、うん、あのいろいろとご用意できますので、はい、行っていただければそれに応じて作ります。はい、ありがとうございます。ただこのお店こう見てるとギターなどなんか楽器があるんですけど、何かやられているんですか？そうですね、あのオープンした頃から結構ライブやったりなんかもしてまして、それからあの演奏する方あもうお客さんで多いもんですから、はい、で突発的にあの楽器出してライブすることもありますし、うん、あとはあの音楽活動されている方が、はい、あのゲリラ的にライブをすることもあります。そうなんですね。でそれからそういう演奏だけではなく、うん、珍しいっていうかなことではあのアナログのレコードがありますので、はい、うん、とってもあのレコードって音が良くてね、うん、あの飲みながら聴くのにはとてもいい音源なんですが、はい、でそれを目当てに来るお客さんなんかも結構いらっしゃいます。私レコードの音聞いたことがないので、まあ、ぜひじゃあ、はい、聴いてってください。ありがとうございます。ではお店の場所を教えてください。はい、琴仁の2条3丁目、共栄ビルというビルがあります。1階が市場になってます。で非常に分かりやすいビルです。でそこの2階の、一番奥になります。ありがとうございます。ご予約やお問い合わせ先を教えてください。はい、電話あの今私の、携帯使ってますので、090-1645-8733、こちらの方まで電話。最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、お酒もいろいろと揃えて、いるんですが、まあ、お酒だけではなくとにかく楽しい時間を過ごしていただきたい、あ行ってよかったなって、こう楽しく帰っていただきたい、そういうふうに思ってますので、あの本当に楽しい時間を過ごすために、いらしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は宝島さんからマスターの荒谷博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで今日の行ってみることにのお店はカフェ&パブ宝島さんをご紹介しました。さっきあのインタビュー中に言ってたんですけど、レコードの音を私聞いたことがなくって、はい、初めてそのインタビュー後に聞かせてもらったんだけど、メンバーの中にレコード聞いたことある人いる？ないですね。いや、ないよね。そうですね。やっぱりないよね。そう、なんか、はい、そのマスターさんが言ってたのはその音がすごいよりリアルに聞こえるからレコードの音はいいよっていうのを言ってて、初めてね聞かせてもらったんですけど、確かになんか、うん、CD にはない深みみたいなのがあり、ね、そう、なんかね、その近くで本当に演奏してる感じに聞こえるっていうか、そう、それを聞かせてもらって、なんかそれを聞きたくて来る人もいるよっていうのを言ってたから、確かに聞
聞ける場所がないですね。ないよね。確かに聞けるなら聞いたことなかったもんね。そうコメント、あ、ツイキャスのコメントでもね、レトロな感じの店内でカクテル飲むのはなんかいいねとかって、確かに気がありますね。ますね、すごいね、落ち着くよねきっと。そうですね、うんうんうん、はい、ということでこの時間は行ってみることにのお店のコーナーでした。それではここで1曲お送りしたいと思います。ヤマチン@須藤組さんからのリクエストです。ももかちゃん紹介お願いします。はい、普段ライブでやっている曲です。ジョーカーです、どうぞ。無口の夜ベタに映画
この時間はことにクイズをお休みしてリスナーさんからのメッセージを紹介します。今日もたくさんメッセージいただいてますので紹介していきます。はい、まずはラジオネームヤマチンアット須藤組さんからです。くれるこの皆様こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいてます。そして宿泊券当たりましたのでぜひ札幌に行かせていただきますね。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいね。ところでコイリンを知ってことにを拠点に活動しているアイドルと知り西区に縁があるなとふと思いました。札幌に住んでた頃カンガルーのマークが入ったある運送会社に勤めていたのですがずっと西区担当でことにメインで8軒24軒山手西野を配達してました。なのでことにクイズはわかるかなって思ってましたが全然わかりませんでした。リンクスホールの住所を見てああそこら辺かと見当ついてますので行ってもすぐ行けるかなと思ってます。来月行く予定なのでその時はよろしくお願いしますということで。はい、すごいね。宿泊券当たった人がいるんだね本当にね。もちゃんと縁があるねえ。よかった嬉しいね。すごい。はい、はい、ということでじゃあ次はラジオネームたっくんからです。はい、くれるこの皆さんこんばんは。こんばんは。毎週楽しいラジオありがとうございます。自分はホテル業で働いているので先週紹介されたヴィラ格子堂大通りさんにぜひ同業者として泊まってみたいなと思いました。さて昨日は3月9日ということでサンキューの日だったのですがクレレコの皆さんは今一番誰に感謝を伝えたいですかということで、はい、どうですか、ある感謝を伝えたい人。やっぱ須藤は親ですかね、うん、おか何に対してもやっぱり、うんうん、親がいなかったら何もできてないからやはりサンキューっていうかサンキューって言った親にサンキューかっこいいですかね。アイニャンはある？なんか私が多分今一番こう感謝してるのはこう、うん、なんだろう、こう小さなことも支えてくれてる応援してくれてるみんなかなって結構思ってて、うんうん、なんか意外と豆腐メンタルなのでなんかすぐなんか小さなことを大きく捉えて気にしちゃうタイプなんですけど、うん、なんかそれも温かく、うん、なんか支えてくれてる人がいるおかげで今もこうしてこう元気にやって生きてるのかなとかってこうふと思った時があるのでこう改めてね感謝したいなと思いました。うん、確かに。あるまいまいは、私もファンの人に一番感謝していて、うん、あの春からアイドル一本なんですけど、うん、やっぱり一人でも応援してくれる人がいないと成り立たない職業なので、うん、こう常にショールーム配信だったりとかこうライブの時とかにこう見に来てくれる人がいるからこそのこう自分のなんかこう仕事としてできてるなっていうのがすごく感謝してます。確かにそうです。サンキュー。ももかちゃんはある？ももう嫌で。うん、親？なんで？あのご飯とか、うん、学校とか食わせてて、うん、なんだって？まあ、いろいろしてくれてるから。うんうん。ねえ、9歳でそんなこと思えるのすごいよね。うん、すごい。マジなもお母さんかな。うん、なんかその。大学卒業したらもう何してもいいよって言われてて、うん、大学だけは卒業してねっていうのを言われてたので、うん、なんかその卒業後就職しろみたいなことを言われたことがないからアイドルを続けられてるなっていうのがあるからね、さあサンキューって感じですね。はい、ということでみんなの感謝を伝えたい人でした。はい、では次の紹介します。はい、ラジオネーム慎太郎さん。チームクレレコの皆さんこんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しみにしています。今日3月10日は砂糖の日らしいですね。僕はチョコレート、シュークリームなどいろいろ甘いものが好きで疲れた時に甘いものを食べると疲れが取れているような気分になります。クレレコの皆さんは甘いもの好きですか、教えてください。なんだか寒暖の差が激しい変な天気の日もあるので体調には気をつけて活動を頑張ってください。応援していますね、ということで。甘いものを好きな人。はい。ももかちゃんは？なんかあんまり？あんまり。あ、じゃあももかちゃん以外は全員好きということで。大好きです。しょっちゅうみんな甘いもん食べてるもんね。そうですね。メンバーは知ってる。確かに、ね。いつも見てるからね。はい。好きですということで、ほぼ好きです。はい。はい、ということでじゃあ次はラジオネームアッキーさんからですね。チームクレレコの皆さんこんばんは。いつも楽しみにしています。さて本日3月10日は名字の佐藤さんとお題を迷いましたが甘い方の佐藤の日ですね。
新しい なるほどってね新しいものに敏感で甘いもの大好きなメンバー皆様、なんかさっきの聞いてたみたいですごいね。確かに大好き。ねえ、これから流行るおすすめスイーツはこれだ、教えてください。これで数ヶ月後にクレレコのインフルエンサーが誰か分かりますね。大予想お願いします、ということで、これ私ちょっと秋吉行かせてもらっていいですか。どうぞどうぞ。本当に流行らせたいんですけど、うん、カントリーマームの大容量パックがあるんですよ、はい、何味でもいいんですけど、バニラ味でもいいし、チョコ味でもいいし、はい、うん、ココア味でもいいし、何でもいいんですけど、はい、用意してもらって、はい、こう生クリームを用意してもらって、はい、つけて食べるだけです、はい、シンプル。すっごく幸せな、口の中が幸せになるんですよ、めちゃめちゃあって。あ、カントリーマームのサクフォロ感と生クリーム、あー、しかもカントリーマームってこう甘すぎない、はい、じゃないですか、はい、いいんですよ。いいですね。なんで多分流行ると思います、生クリームパーティー。来春には、来春っていう人はなかなかいないね。確かに。来週には来週にはお流行りになると思うので、こうちょっと期待してってほしいかなっていうのは一つあります。はい、じゃあシンノいきます。シンノは、はい、結構セブンイレブンの新商品を全部食べるんだけど、はい、絶対出たら、なんか大体セブンイレブン火曜日に新商品が出るんですけど、詳しい多分火曜日に出てる気がしてて、はい、大体食べるんだけど、最近出てもう結構流行ってるけど、セブンでしか売ってないんだけど、チョコザワゴリゾーっていうアイスがあるんですよ。チョコザワ？チョコザワゴリゾーっていうアイスがあって、ゴリラの絵がついたパッケージなんだけど、はい、結構ゴリゴリっていう固めの大きめのチョコチップが入ってるココア味のアイスなんだけど、食感が本当にチョコの板チョコ食べてる時のバキバキっていう感じのやつ、はい、でそういうのめちゃめちゃ好きなんだけど、なかなかそういう食感って味わえない。確かに、ね、だからその歯弱い人とかやめた方がいいと思うけど確かにすごい食感が美味しいので、なるほど、うん、チョコ感を楽しみたい人は本当に好きだと思うから食べてほしいですね。わー、美味しそう。あと我こそはって人いますか。我こそは、はい、いなさそうじゃあ次に行きます、はい、はい、では次はラジオネーム岡ひろちゃんからです。クレレコの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近ヨーグルトにハマっていて毎日食べているのですが、皆さんはハマってる食べ物ありますか、はい、ちなみにヨーグルトにはブルーベリーソースやストロベリーソースをかけて食べてます、うん、ということで、はい、ハマってる食べ物あります。はい、どうぞ、はい小さい頃は生のバナナ食べられなかったんですけど、うん、最近すごいハマってますね、こう生のバナナ食べるのに。毎朝1本絶対食べてます、バナナ体にいいからね。美味しいんですよ。ハマってるものか、結構なんかその新商品を食べ漁っちゃうからね。あ、その新商品が売ってなくなったら終わっちゃうからさ、確かに悲しいなって思うんだけど、でも最近なんかバター味のお菓子って美味しいなって思うんだよね。美味しい。まだ食べもない。でなんかすごい最近美味しかったのが、はい、なんか韓国のやつなのかな、なんかハニーバターチップスって知ってる？知ってます。美味しそう。これがめちゃめちゃ美味しくて、へ、ね、そう、なんかね最近ねスーパーとかにも売るようになって、前まで全然売ってなかったんだけど、そうあるんだけど、本当になんか甘いんだけど、なんかしっかりバターの風味もあって、あ、しょっぱさもあるからなんかいいよみたいな感じでね、夜中とかに食べると倍増で美味しいです。確かに美味しそうアイにはなんかハマってるものある？なんかハマってる食べ物ってあんまり なくて、うん、なんか食べ物全般何でも美味しいと思っちゃうので、うん、もう食べ物に対してハマるっていうのがないんですけど、うん、なんかその岡ひろちゃんがそのヨーグルトにハマってて、そのブルーベリーソースやストロベリーソースをかけるっていう風に言ってたのを聞いて、あ、アイリは蜂蜜派だなって思いましたなるほど。はい、じゃあこれ最後のメッセージです。はいはいはい、マイマイは心の恋人ひろひろさんからです。はい、クレレコの皆さん、こんにちは。こんにちは。放送の回を重ねるごとにみんなお話が上手になっていて、毎週楽しみに聞いています。さて3月といえば卒業のシーズンでもありますが、皆さんにとって卒業ソングは何ですか？あと卒業の思い出とかありますか？ちなみに自分は中学校卒業の頃流行っていた松山千春さんの卒業です。松山千春さんの曲は自分の青春ソングです。それでは今月は東京や名古屋遠征もあるので体調管理に気をつけて日々の活動を頑張ってください、ということで、ありがとうございます。卒業、はい、ジュノと前々4回経験してるのかな。そうですね、すごいですね。しまくり。卒業ソングとかある？
卒業ソング、やっぱ私たちが中学生の頃はすごく AKB48 さんが流行ったので、ギブミーファイブとかのバンド の、あの卒業なんだけどしんみりしなくて、こうバンドの明るい楽曲がすごく流行ってたので、卒業って言ったら結構ポップスな感じのイメージですかね。じゃあ、俺なんか合唱で EXILE さんの道を歌ったんだけど、いい曲ですね。そう、あれ聞くと卒業の時のこと思い出すかなっていう感じですね。なるほど。はい、ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてまいりましたチームクレレコの行ってみることに、そろそろお別れの時間です。まずはイベント情報とスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。イベント情報は今日この後、撮影会があります、はい、リンクスホールの上のブランシュことににて撮影会を行ってます。ぜひ今からで間に合うよって方少ないかなと思いますがお越しください。はい、でスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせは、3月の限定クレープ、プレミアムいちごチーズクリームと3月のカフェ丼、ソースカツ丼かな、はい、やってますので、みんな3月中にいっぱい食べてください、はい、お願いします。そしてこの番組は YouTube で後日配信をします。はい、今日の放送は金曜日にことにアイドルプロジェクトの YouTube チャンネルにアップしますので、こちらもぜひ見てください。 YouTube でチームクレレコの行ってみることにで検索してみてくださいね。さて皆さん、今日の放送いかがでしたか。甘いものが食べたくなってしまいました。メステロ配信、メステロラジオだったね今日はね、はい、なんかあの自分たちがおすすめしたものとかをさ、ファンの人が食べてくれたら嬉しくない、うん、すごい嬉しいです ね、 ね、ちょっとツイキャスのコメントでもね、ソースカツ丼美味しかった、あ美味しいよね、絶対ズナも食べたよ、もう、あそうなんですか、うん、すごい美味しかった、確定で美味しいですもん、うん、そう、あと今日の帰りにセブン行ったらそのアイス売り切れてた、あら、やっぱり、ね、そう、この間この間ね、あのリンクスの向かいのセブンも売り切れてました。ひなちゃんがインフルエンサーなのかもしれない、やった、はい、ということで それではそろそろお別れです。今日はチームクレレコのストロベリーチョコレートを聞きながらお別れです。ここまでのお相手は真野ジュナと山田愛理と五条もかと須藤小雪と秋吉舞でした。それではまた来週、せーの、バイバイ。美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので、濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに栄町通り沿い、ことに一条五丁目、地下鉄ことに駅一番出口から徒歩1分、皆さんのお越しをお待ちしております。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。